リコーシータリコーシータはリコーが発売した全天球カメラのシリーズ名。スティック型のボディに搭載した2つの屈曲光学レンズによってワンショットで全天球を撮影することができる世界初のデジタルカメラ。リコーシータによる撮影例。リコーシータ SC による撮影例。距離が取れない場所でその場の全体像を撮影可能。 最上位機種のリコーシータ z 一全点球、撮影専用のデジタルカメラ。一度に2枚の魚眼レンズを同時に使用して、一直線上、正反対の方向の画像を撮影。その後2枚の魚眼画像を座標変換、合成し、正距円筒図法の全点球写真を作成することができる。撮影した画像は、アプリケーションソフトを使用することで上下を含めた360度の、 歪みの少ないパノラマ写真に展開することができる。また、アプリケーションを使用した際には、視点の移動も可能で、Google ストリートビューのような画像を撮影することができる。撮影した画像は、専用サイト、シータ360を経由することで、Facebook や Twitter などに投稿することができる。2014年発売の M15 からは、動画の撮影にも対応し、 YouTube に全天球動画をアップロードできるようになった。本体にディスプレイは内蔵されておらず、撮影した画像の確認は専用のアプリケーションをインストールしたパソコンやスマートデバイスの画面を使用する。シータの開発チームは後にコーからカーブアウトされ、2019年にベクノスとして独立。翌2020年にイクイを発売している。ありがとうございます。